どうも皆さんこんにちは、中本です。よろしくお願いします。ということで本日はインのスタグラム、インナーのスタグラムの方から募集しました。皆様のお悩みをですね、僕がですね、人生で何も成し遂げたことがない僕がですね、皆様のお悩みをポッポッポンと答えていきますので、よろしくお願いします。7月に入りましたね。6月が終わって7月に入りましたもんね。6月終わりましたもんね。7月入りましたもんね。7月はですね、一応僕の誕生日がある月でして、もうどうでもいいですよ。どうでもいい方は全部飛ばしてからスキップしてくださいね。お前が生まれた月なんて、お前の生誕祭なんて知らないよって方はスキップしてくださいね。一応そうなんですよ。7月5日が僕の誕生日でして、30歳になりますね。最悪ですね。30歳ですよ。思い描いていた30歳ではないですね。当たり前ですけどね。まさかこんな30歳になってるとはってね、自分の思ったことをこの電波通してね、バンバン後先考えずにバンバン話してね、まさかこんな30歳になってるとはっていうね感じですけどね。よかった7月5日とか、まあもしかしたらまあわかんないですけどね。多分予定ないんで、多分配信、まあわかんないですけどね、予定入るかもしれないですからね。急に誕生日会誰か開いてくれるかもしれないですから、ね。それはわかんないですから。で、もし誕生日会あったらできないですけど、もしね、まあ誕生日、お願いします。頭が悪いならね、お魚食べましょうよ。魚を食べると、頭が良くなると聞いたので、魚を食べた後に勉強しようと思ったけど、魚を食べすぎて、だから魚というかなんか海鮮丼で行っちゃって、だから海鮮丼だから結構米とか結構行っちゃって、2杯目とかも行っちゃっても、魚がないもう米だけついても、2杯目納豆ご飯とかで行っちゃって、普通なんか魚を食べるとかになったらなんか煮魚とか焼き魚とか食べればいいのに、海鮮丼で行っちゃって、どんどん血糖値上がっちゃって、どんどんちょっとやる気がなくなって、でも勉強しなきゃと思うけど、なんかどんどんやる気なくなって、まあ一旦ちょっとベッドでゴロンとなりますか、ベッドで15分休んだら勉強しますかとゴロンとなってたら、どんどんやる気がなくなってって、やる気はなくなるけど血糖値はどんどん上がってって、パッと目が覚めたら次の日になっていて、やばい、頭が良くなるための勉強したいって言って、頭が悪いまま。脱毛器で頑張っても全然下の毛が減らない。どれ風呂の蓋カビたり、そうなんですよね。気づいたらカビてるんですよね。気づいたら黒ずんでるんですよね。気づいたら汚くなってるんですよね。そうなんですよね。ここに気使う時間なんてないじゃないですか。皆さん忙しいでしょ、毎日ね。学校とかお仕事で忙しいでしょ。で、ね、あー疲れた、あ仕事疲れたって、なんかシャワーとかするし、その時も風呂の蓋とかね、いちいちこう見ないでしょ。もう汚くなってるけどね。あー疲れたって言うたびどんどん汚くなるんですけどね。ここにね、もう神経使う時間なんてないですよ。皆さん忙しいからね。だからもう今の日本がね悪いです。もう今の日本にその風呂の蓋がカビてるかどうかみたいな、そんな時間なんてないです。人といるとはしゃぎすぎて我を失って、いつの間にか周りに人がいなくなってる、なんでなのっていうことで、まあそのはしゃいでね、現実逃避してるだけで最初から一人だったんじゃないですか。女子大生です。恋愛体質ではなく彼氏は欲しくならないんですが、セフレ欲しいですよ。尻軽宣言。痩せたいのに食べちゃいます。カツ入れてください。欲深き豚の角煮。彼氏20代でハゲとは言えないけど、薄い絶妙なスカスカ毛量を治療してほしい。なんて言おう。これ難しいですよね。相手のことを傷つけずに伝えたいですもんね。まあ伝える時期としては4月から6月の間、これが一番いい時期なんでね。ねゆうきくん、そろそろ田植えの時期だね。あ、いや別に何があったとかじゃなくて、なんかそろそろ田植えの時期だなって、近所の田んぼとか見てても、そろそろ田植えかなみたいなね。秋頃収穫するためにも田植えかなって、田植えの時期かなって。ゆうきくんもさ、田植えしてみれば。田植え、あ、そのお米をこう作るとかじゃなくて、そのゆうきくん、その田植え、だってゆうきくん、土地余ってるからもったいないよ。おっぱい飲みたいんです。ごと、え、おっぱいごとってこと？そのおっぱいから出る母乳飲みたいですから、わかりますけど、え、おっぱい飲みたいんですって、なんかちょっとなんか昔から思ってました。少し前から思ってましたみたいな言い方してるけどさ、おっぱい飲みたいんですっていうね。え、でもごとってこと？え、普通のミルクとかなるけど、え、ごとこで、で、ごと行くってこと？ごといけないよ、ここで。ごと入らないよ。確かでもさ、げんこつ山のたぬきさん、おっぱい飲んでねんねんして、え、たぬきさんも、え、げんこつ山のたぬきさんも、え、おっぱいごと行ってたってこと？そのおっぱいから出る母乳飲んでねんねんしてならわかるけど、え、おっぱい飲みたいんです少しから思ってたみたいな。4日後に30歳になるんですって。楽しいことがあっても、その反動でしばらくしんどくなること、これわかりますよ。もう楽しいことが起きてもね、すぐしんどいことが起きますからね。これ何なんでしょうね。人生ですね、最悪ですよね。じゃあわかりました。最初しんどいことやりましょう。しんどいことやった後に楽しいことしましょうよ。で、楽しいことの後にしんどいことするからしんどいで終わるけれども、しんどいことを無理やりやった後に楽しいことをすれば楽しいで終わりますからね。じゃあ最初しんどいことやりましょう。じゃああなたがディズニーランドね、ディズニーランド行くとしますね。こうディズニーランド向かうでしょ、ルルルルで向かうでしょ。じゃあ舞浜の近くのね、道路にね、原付貸してたらね、原付突っ込んでください。もう最初しんどいことやりましょう。原付突っ込んで、こうやって今だっつって、ね、いつはスモールワールドパーンって終わって、よしディズニーランド行こう。
人生のスパイス求めがちで、とうとうあだ名がスパイスガールということで、スパイスガールっていいですね。まあスパイスカレーとかもありますけどね、やっぱスパイスってね、結構癖が強くてね、結構その人を選ぶというかね、まあ得意な人もいるけど、結構嫌いな人も結構聞きます。スパイスってね、しかもそのスパイス混ぜすぎると結構臭みとかもあったりとかして、そのね、臭みとかその嫌いな人もいたりとかしてね、結構癖が強くて、スパイスが、人生とは一体何なのか考えても見つからない答え、これは難しいですよね。もう永遠のテーマですからね。まあ人生とは何でしょうね。まああれじゃないですか、なんかそのなんか、あーお腹減ったなーつって、あ大戸屋だ、最近なんか栄養とか取れてなかったし、なんか大戸屋ってなんか栄養とかも取れるしちょうどいいやと思ってウィーンって入って、よしどれにしよっかな、まあ魚系かな、まあ栄養のこと考える魚系か、あ黒酢あんもいいなーと思って、やっぱりチキン南蛮。でも結局その栄養とか今魚とか野菜とか食べに来たのにチキン南蛮。でもチキン南蛮美味しい。まあでもあんまり大戸屋来ないからチキン南蛮でしょ。もういやもうよくに負けちゃった。チキン南蛮、チキン南蛮。よーチキン南蛮でしょ。ご飯どうしよっかな。白米か五穀ご飯。五穀、まあ栄養というかまあ健康のこと考えて五穀ご飯にしようかな。五穀ご飯にしたけど、まあ、大盛りでいっか、これ意味あんのかな？五穀ご飯の大盛りって意味あんのかな？じゃあ、白米の方がよかった。まあでも五穀ご飯でいいや。あ、来た。いただきまーす。あ、美味しい。あ、チキン南蛮して正解はパクパクパク食べて、よし、ちょっと誰も見てないから、この余ったタルタルソースを、箸で寄せ集めて、チキン南蛮にしてよかったーつってね、お会計お願いしますってね、ペイペイとか言ってね、ウィーンつって、あーお腹いっぱい、うわーどうしよっかな、コンビニ、わーアイス食べて、わーでもアイス食べたら意味ないか、五穀ご飯にしたら意味ないもんな、うんチキン南蛮いったし、ウィーンつって、あー結局買っちゃったよ、でもガリガリ君だから大丈夫か、チョコとかじゃないからガリガリ君だからいっか、よーしとだ、あー溶けてきた、溶けるの早いんだよな、もうガリガリ君つって、もうあーもう服が汚れて、くそもうスーツが汚れて、悲しいね。野球部嫌っていうことでね。まあシンプルにね、野球部嫌っていうことでね。まあ僕も野球やってたんですけど、野球部だったんですけど、野球部って嫌ですよね。僕が一番ね、野球部で嫌なのは、あの、アンダーアーマーあるでしょ、ね。ピッチピチョね、ピッチピチのアンダーアーマーあるでしょ。もうでもめっちゃ汗かくでしょ、野球部なんて。で、ここ汗かきすぎて、なんか白くなって、もう潮吹いてるでしょ。なんか潮吹きアンダーアーマー。あれ嫌なんですよね。汚いですよね。潮吹きアンダーアーマー、ここ白くなって、なんか汚いって、あれはもう青春の汚物です。自分の席の周りが女子ばかりで、昼休みに席が使われてるんですけど、とても汚れていて、ほんまにこれ嫌ですよね。こういう女子いますよね。もう勝手に人の席ね、自分の席のかのようにね、使ってね、もうペチャクチャ喋ってね、あの、私の席なんだけど、とか言われて無視してペチャクチャで、ね、喋る人いますよね。うけろ、あいつマジでうざいよね。あの、理科の先生、あいつマジで息臭いんだけど、って、ごめん、私の席なんだけど、って言われて。この目線でこうやって。この目線が嫌なんですよね。何今喋ってるんですけど、みたいな。いや、お前の席じゃねえよってね。もうムカつくんですよ。これがムカつくんですよ。もうなんかそんなね、人の席座ってね、もう勝手、自分勝手なやつはね、もう、なんか罰ゲームね、与えたらいいんですよ。なんかその、そいつはなんか、3年生送る会でね、そいつにね、なんかあの、もののき姫アカペラで歌わせるとかどうですか？付き合う前はメンヘラ女だるって思う派なのに、付き合ったら自分がクソメンヘラになること、皆さん行きますよ。いつもの行きますよ。せーの、健全なカスメンヘラ。ベストオブコメントのコーナーでございます。前回の動画はですね、最近ムカついたこと7選という動画でございました。早速ですが、前回の動画のベストオブコメントは、中牟田が自転車に乗ってるのなんかやだです。おめでとうございます。乗らせろよ。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。